はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回は信長の野望乱世紀続きをプレイしていきたいと思います。ここまで信長軍はですね、伊勢志摩伊賀と平らげて、画面左下赤い日本地図上で塗りつぶされているところが現在の信長領になっています。で今回はですね、第1軍信長自らは大宮で、第2軍丹羽長秀率いる軍勢は大和筒井攻略を行っていきたいなというふうに思っています。でまずはですね、ちょっと信長の方の兵糧が枯渇してきているので、丹羽長秀軍から兵糧を譲り受けましょう。でその上で交渉ですね、特に注意しなきゃいけないのが自社勢力ですよね。ここには信長自ら出向いていって、最低でも有効状態まで持っていきます。お金がないな。これで有効になりましたね。続いて忍者衆、ここも甲賀、これが疎遠になっているので、ここに対して有効にまずはしていきましょう。で黒人衆、自社衆、忍者衆と全て有効状態にしました。で続いて、武将に恩賞を与えていきます。これそのまま武将が引き入れる兵数直結するので、こまめにね、土地に余裕があるなら与えてあげるのがいいんじゃないかなと、ここまでのプレイフィールとしては感じていますね。では早速出陣していきます。目的は観音寺、六角の観音寺ですね。ここに信長自ら出陣していきましょう。鉄砲隊がいないっていうのがちょっとね悲しいところなんですが、統率の高い信虎、勝家、一松、三兵衛、おっとちょっと待ってね、お金がないんだな。中止しよう、お金がないとどうしようもない。なので物をちょっと売りましょう。定勝を入れて兵糧売却、兵糧売却するってなかなか勇気いるよな。これで出陣できるでしょう。いやお金が本当にないね。信長の野望はゲームごとに本当に全然プレイフィールが変わってきますよね。信長の野望大使はもう兵糧がねなくてどうにもならないっていう状態になるし、この乱世紀に関して言うと今のところお金不足が深刻化してきているかなというところですね。成政まで入れて、あとは二田台信盛入れる。これで出陣していこう。他のタイミングに郷土軍を要請するか、ここはじゃあ長政に要求してみる。まあここはどう考えても観音寺は信長の城になるので共同軍出しても問題ないでしょう。おっと長政は兵を出してくれなかったか。まあそれはそれでいい。美濃攻めの時はね、家康と一緒に攻め込んだら横暴大道場が取られてしまうっていうね、なんともな展開になってしまったのがあるんで、まあここはこれはこれでよしとしましょう。あとは自社衆と黒人衆がどちらにつくかなんですよね。浅井長政軍の動向は不明。まずは自社衆はこちらにつくね。長政は中立。あとは黒人衆も中立か。となると、信長もちょっと後ろに下げとかないと、おお、いきなり敵が寄ってきてるな。
信長がやられると話にならないので、信長だけはちょっと避けて、置きましょう。半兵衛がちょっと危ないかな。信盛の隊はなんとか持ってくれるでいいのかな。信盛がただやられたか。まあここはしょうがないかな。二打隊がそこまで近くで敵と遭遇すると厳しいですよね。信長の士気が少し下がってる。一回気合を使おう。よし、一人寝返りが出たね。いや、観音寺やっぱ硬いな。信長だけは注意しておかないと、信長が回想すると終わってしまうので、ね、注意をしましょう。ちょっと待って、信長が危ない、信長が危ないので下げよう。いい戦いしてるな。もう最後の気合使う。できればこの戦い確実に勝ちたいんでね。よし、長政がこれでこちらに参戦してくれれば兵的にだいぶ余裕がつきますね。長政がただ何これ足利攻めに入ってるってこと。微妙なことしてくれるな。まあ、観音寺は落としたのでよしとしましょうか。六角義晴、まあ仕官する気があるならいいけど、400も使う？六角で。まあこれで観音寺は取ったのでよしとしましょうか。まあ、足利将軍家とここでバトルする気はないので、このまま大和、筒井攻略に入りましょう。で、三好だな、問題は三好。三好も強力なんでね、今は三好と合戦する力はちょっとないかな。
いや、神保家強いな、上杉に対して。北陸は上杉ではなく神保家が少しばかり勢力の拡大をしていますね。まあ、ただこれね、京への道は開けましたんで、やっぱり次の標的は大和になるかな。お、成政が足利家の忍びと戦闘か。まあ、成政もね、武勇は高い。おお、負けるか。成政がやられるか。蜂屋。まあ、しょうもないといえばしょうもないですが、黒母衣衆の一人なんだ。へえ。越前京が5万石。ちょっとあまり知らない武将でしたね。勉強不足ですが。本能寺の変の後は秀吉に仕えて5万石。まあ、断られちゃいましたけどね。では第2軍団への目標ですね。これを攻略目標とし、大和、筒井家攻略に専念してもらいましょう。で、味方はというと、どうする？まずは、移動させないといけないよね。今だと、秀吉はじめ優秀な武将たちはすべて、近江に入っているので、まあ、このままでいいかな。あえて動かす必要もないでしょう。奉行衆もこのままで良さそうですね。なので、一旦ちょっと内政でお金の回復、兵力の回復、さらには兵糧の回復を待ちましょう。お、数正が今のはどこ？三好家だったかな、家紋を見た感じだと。北条が攻め込みましたね、長野県に対して。いや、北条も一気に勢力拡大し始めてますね。まあ、我々としてはまず三好家を本土から追い出す。そこからかな。さらに雑賀衆に鈴木。この辺りもね、追い落としをかけていきたいところにはなりますが。まあ、そのためにはまずは筒井順慶ですね。足利将軍家といきなり戦闘を開始するというのはどうかなという気がするので、国力の回復増強、まずはここからですかね。お、北畠だな。まあ、これは登用しちゃいましょう。勢力に対して徐々に交渉を仕掛けていく。まあ、黒人衆でいうと、まあ、大和は大丈夫か。寺社衆は疎遠になってるね。興福寺、ここに対しては信長自ら一気に有効度を高めに行きましょう。軍資金が全然ないな。兵糧もないし。今ちょうど7月なので、もう少しして兵糧が入ってくるまでは我慢ですかね。いや、家康がちょいちょい引き抜きかけてくるのな、やめてほしいんだよね。まあ、家康もいつかは成敗しなきゃいけない相手に。
なってくるのかな。家康から援軍の要請が入っていますね。今川家との戦いか。まあここは援軍を送ってあげてもいいかな。ただ兵糧がないから、兵糧は何持ってくれるの？そこだよね。いや、兵糧がないからさ、出陣できないっていうパターンなんだけど、出陣してあげたいんだけど。いやー、出陣してあげたいんだけど、兵糧がなさすぎて無理だよ。兵糧さ、ちょうだい。守り切ったならよしとしましょう。兵糧がないからどうにもならないんだよね。兵糧があれば全然援軍送ったんだけど。どうやら伊賀は豊作になったみたいですね。まあ豊作になったことによってどんくらい兵糧がドカッと入ってきてくれるのか。やっぱり兵糧不足か。さてどうするかだな。兵糧がないとね、ちょっとどうにもならないからな。とはいえこのまま見かねているのもどうかと思うんだけど、ちょっとまた兵糧送ってもらう。いや、兵糧めっちゃあるじゃん。兵糧めっちゃあるから兵糧大丈夫だね。まあそうだよね。だって収穫あった直後に兵糧不足に陥ってたらもう終わりだからな。いや、家康がちょいちょいちょっかいかけてくるのがどうも気に入らないですね。いや、北条が長野家滅ぼしたか。北条がだいぶ大きくなりましたね。なんか心温まるエピソードが入りましたけど、さてでは心温まるエピソードを見てもらった直後なんですが、出陣していきましょう。隣接してないと出陣できないでいいのかな。そうだよね。越前朝倉に出陣するかどうか微妙だな。
と、そうするとだ、ちょっと方針を変えよう。一時的に軍団で分配します。第二軍団か。そうなるとこれを第一軍団に一時的に編入しよう。で、人事の移動もしちゃいます。観音寺から伊勢志摩に、統率の高い武将上から順に、智則も高いで、こうやって見ると、まあ、ただここは利家に森近、こんだけを移動してしまって、これらを攻撃隊として大和、ここに出陣していきましょう。で、その前に一応黒人衆たちの動きだけ確認しとく。交渉ですね。黒人衆は有効になってるね。自社は有効、忍者も有効。よし、これだったら勝てる。出陣しよう。大和、筒池攻略ですね。ここに信長軍団から出撃をかけていきます。信虎、勝家、一正、三兵衛、信長、秀吉、一徹、利家、信盛、あとはまあ長松、裏臭いですねを入れていく。共同軍はどうする。三好に一応働きかけだけする。出てくるかどうかは別にして、まあそうだよね、三好は筒井の方に着く可能性が高いよね。三好がどう動くかだな。松永久秀はじめ、守備側には三好がつく、まあ当然だな。興福寺も守備側が、中立としては黒人衆が守備側につきましたね。となれば味方としてはまずは筒井、ここの城を最優先で確保ですね。いきなり遭遇する。遭遇するんだったら信盛の部隊だけは後方で陣張りをしてもらおう。ちょっと微妙な戦いになってるな。興福寺の焼き討ちとか意味ないことはやめてだ。筒井の城がここにあるね。三好隊が寝返るんだったらこちらに寝返ってもらおう。当然ね。ちょっと一旦時間止めたいな。時間止めて、
水城だけでもなんとか力攻めで取りたいよな。水城さえ取れればそれで一旦戦いを終えてもいいぐらいなんで、まあ、敵の方がね数が多いんですが、ね、ここは勢いに任せて、佐久間隊が壊滅か。あとはここは守りに専念だな。いや城の取り合いになってるね。水城陥落か、しょうがないね。取った城が取り戻されたんじゃ話にならない。ここを攻略するには少し興福寺、あとは黒人衆ですね、ここの回収がもう少し進まないと厳しいかな。三好が完全に敵側に立つということが分かりましたからね。まあ、実際信長軍はね一度大和攻略に失敗しているはずなんで、ここまではまあ計算のうちというか許容範囲内ということで、このまま進めていきましょう。足利からの使者か。おお、伊賀守護に任命してくれるの、これはまあそのままありがたくいただいておきましょう。さてそうするとだ、まずはしっかりと伊勢志摩で軍事訓練、軍事教練ですね、これをやっておく。訓練に変えよう。であとは諸勢力への交渉ですね。黒人衆がね味方についてくれませんでしたからね。柳生宗則になってるけど、興福寺とはさっきね戦争しましたからね、ちょっと時間かかるんじゃないかな。まあ、まずは友好状態に持っていきましょう。有効になったね。まずは有効から親密にした状態で合戦に持ち込みたいですからね。いや何がきついって二打隊なんですよ。二打隊がすぐ壊滅する。すいません、これをなんとかしないとね。あ、三好が四国から、近畿から排除されつつあるな。大和から三好を追い出せば四国にしか領土を持たなくなりますね。成政が再び忍びとの対決、一回負けてるからな成政。ここも負けてるわ成政、微妙だな。さあでは勢力に対して交渉をしていきます。黒人衆に対しては宗則に対して信長自ら
親密まで一気に上げちゃいましょう。なあ、有効以上に上がらないか。自社衆の幸福寺だよね。ここがこちらに味方してくれればほぼほぼ合戦での勝利が見えてくるんだけどな。有効以上に上がらない。これで一合戦してみるか。もう一合戦ですね。これでダメだったらちょっと戦略見直しが必要ですかね。いやー、兵が回復してないな。ちょっと待ちましょう。まあ、もちろん筒井方も兵力は回復してないんじゃないかなとは思うんですが、それ以上に味方も兵力が回復してないとね、話にならないので、ちょっと待ちましょう。北条と勇気か。これは北条が有利なんだろうなと思ったら勇気が頑張りましたね。で、佐竹が領土を広げ、織田家がその代わり滅亡してますと。そしたら一旦人事で加増をしてあげましょうか。浅野長政はね、五奉行の一人ですからね、豊臣政権下の。で、本田重次、うわ、みんな欲しがってるな。もうここはもうじゃ自動で上げちゃいましょう。カズマスをね、稚魚が200のまんまか。もうちょっと兵力をしっかり与えてあげたいなというところなんだけど、訓練度が上がってこないですね。もうちょっと訓練度かかるかな。一度合戦に負けるとこんだけダメージが残りますね。まあ、訓練度を上げて、その代わり少数精鋭で戦いを挑むというのも手だとは思うんですけど、勝家が乱丸を見つけてるな。まあ、勝家はさすがに勝つでしょう。まあ、信長軍団の中切っての武闘派ですからね。ここまで順調に勢力を伸ばしてきた信長なんですが、大和攻略で少し足踏み状態が続いてしまってるかな。訓練が完璧に終わったという状態になったので、もう一合戦ここでやっておきましょうか。柳生さんがね、こちらに味方すると確約してくれればだいぶ違うんだけどな。
親密になったね。よし、このままの勢いで興福寺に秀吉を送り込もう。人たらしの秀吉、頼むぞ。兵糧500、これで親密になってくれればならないね。まあしょうがない。ちょっと武将数が少ない状態にはなってしまうんですが、ここは出陣していこう。まあなんといってもね、訓練度は高いですからね。二打隊なんだよね、問題は。二打隊が、とにかく弱いっていうね。まあ、ダメ元で三好に話を通して、まあ、断られますと。三好は敵方として参戦してくるのは明白なので。いやー、家康も長政もこちらの武将に引き抜きかけてくるあたり許せんな。興福寺は守備側か。せめて中立になってほしかったな。ただ柳生衆がこちらについてくれるというのは大きなポイントになりますね。まあ、まずは筒井家、筒井城を攻略して三好に対しては守りかな。じゃあこれで進めていきます。二打隊は後方待機っていうのはね、鉄則だからね。信盛はちょっと隠れててもらおう。この辺り本当に何してるのっていうぐらい意味風だな、信盛さんは。合戦自体今押されてる状態になってるんで、まずはこの筒以上ですね。また信盛がやられてるわ。で、信長がどこにいる？信長はちょっと危ないので下げよう。案の定士気が下がってきてるんだな。いや分かってるよ、士気が下がってるのは。あとはこの城を守りきろう。
幕府に和平調停をお願いして、これでこの筒以上だけ取る、それがいいね。一応全員出陣させておきましょう。和平交渉は失敗？やられたな。水上取ったはいいけど守りきれないんだね。そうなるとね、秀吉隊が捕まったか。数がだいぶ減ってきてるけど、ここは守りきりたいよね。なんとかここまで来た以上は。おっとっとっと、出陣出陣。休憩ばっかりしてもらってては困りますからね。また敵が攻め寄せてきたな。IQ 度の回復を待ちましょうか。いや、かなりの長期戦になってきたな。よし、そしたら出陣して敵を一体ずつ撃破していくしかないな。
いや早いよ士気の低下が。士気の低下早くないですかと。いやーなかなか厳しい戦いだな。かなりの愚策というか、泥試合になってきたけど、半兵衛の士気が1とか何、もうこれ戦う気ないだろうお前ら。朝廷が使えないな。ここは休戦したいんだけどな一旦ね。何が何でも。敵の大将が出てくるのを待ちましょうか。まあでも一体ずつでも潰しておけるときに潰しておきたいからな。ちょっと出陣して潰しとく。敵が一体のうちに取り囲んで、で逃げ出したら深追いはしない。深追いはしないぞ、深追いはしないよ、深追いはしないよ。みんな中に入って休もうちゃんとね。半兵衛もどこに行った、休もうぞ。半兵衛が壊滅したな。お、ちょっと待ってね、今純慶が出てる。これはこのチャンスを逃さない手はない。準備を。準備を追ってって潰そう。よし。いやーここはなんとか勝ちましたね。数正が筒井家に召し抱えられたのはしょうがない。三好長慶は処刑。ただ筒井家に召し抱えられたって言っても、筒井家ってさ滅びたんじゃないのって感じはするんだけど。いや筒井城の激戦だったな本当に。いや気になるのが滝川一正だな。一正はどこに行っちゃったんだろう。大勝は大きかったな。それにしても今の筒井城の大攻防戦の、はい、というわけでね、ちょっと時間長くなりましたので一旦ここまでにさせていただいて、次回はですね、いよいよ三好勢を大和から追い出しましょうというところでプレイの方していきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の
収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。